列車無線とは鉄道無線の一種。講義では列車の乗務員と運転指令所や駅等の地上運転取扱い職員が通話する際に用いる無線設備の総称であり、競技では鉄道車両に搭載されている無線通話装置を指すことが多い。基本的には運転指令所から列車乗務員への指令や情報提供などのほか列車乗務員から 運転指令所への状況報告などに用いられる。特に鉄道においては、鉄道事故発生の際は、多くの人命に関わる事態に発展する可能性があるため、運転指令書と列車乗務員等が直接連絡を取ることができる。列車無線の整備は、事故や災害の防止及び被害の低減のために極めて重要である。 空間波無線方式は主に VHF や UHF を用い、山岳地域などでは 50MHz 帯を用いている事業者もある。基地局間中継ではマイクロ波等も用いられている。相互懇親や妨害を防ぐために隣接する鉄道事業者同士では別々の周波数が割り当てられているが、列車無線に用いられる周波数の割り当てが少ないことから相互懇親や 妨害の恐れがない遠隔地の鉄道事業者とは同じ周波数が割り当てられている場合もある。全国組織であった日本国有鉄道を前身に持つ JR グループでは JR 会社間の直通運転も多数運転されていることもあって国鉄時代に使用していた周波数を全車共通で使用している。誘導無線方式は100から 300kHz 以内が用いられており、 主に地下鉄や地下鉄に直通乗り入れする事業者で多用されている。誘導無線方式の地上側誘導線と車上側アンテナ間の展開到達距離は数メートルからせいぜい10メートル程度なので同じ周波数を用いる別事業者の線路が近接しても相互渾身や妨害の恐れは低い。都営地下鉄浅草線と北総鉄道北総線。 京成成田空港線などのように、近隣の鉄道事業者であっても同一周波数を使用している場所もある。なお、具体的な周波数は、総務省が公開しており、電波利用ホームページで閲覧できる。新幹線デジタル無線、東海道新幹線では運用開始当時、空間波方式の多重無線であったが、トンネルや山間部などで、俯瞰地帯が多く、 これの解消を図るため1989年に空間派方式から LCX 方式へ変更した。当時の通信指令はアナログ多重方式及び一部デジタルデータ方式であったが2009年2月21日よりデジタル方式に順次切り替え運用している。それに先立って東北上越新幹線でも2002年11月から順次デジタル化運用している。 従来のアナログ式に比べ音声通話用、データ通信用のチャンネルが増加し、データ通信時の転送速度も従来の 1.2kbps から最大 64kbps に向上した。データ量の少ない通信用として、最大 9.6kbps に抑えたチャンネルもある。データ通信用に使えるチャンネルが増えたことから、在来線の運行情報配信、 文字によるニュースや PR の表示、モニターを使用した乗務員向け運転通告の表示、指定席の発売、利用状況の伝達などに利用されているほか、車両故障時にモニターに表示された情報を総合指令書に転送することもできる。音声用は総合指令書との通話のほか、旅客一斉情報放送からの音声も受信、録音できるほか、新幹線公衆電話にも利用されている。 なお、山陽新幹線は、現在も東海道新幹線のアナログ LCX 時代の無線方式を使っており、市販の一部の受信機で受信可能となっている。JR 在来線における方式の違い、JR 在来線においては、A タイプ、B タイプ、C タイプとデジタル無線がある。E231 系の列車無線アンテナ山手線、E231 系に設置された。 デジタル無線装置の一部窓上部に付けられている黒い、棒が簡易車上アンテナ。壁に付けられているスピーカー上のものは、旅客一斉情報装置。倉下の黒い箱は、ビス用のミリ波通信装置の一部施設、第三セクター大手、順、大手施設では、ほとんどで、専用の列車無線を導入しているが、中小施設では、未整備のところもある。一般的に、 運転本数の多い路線は副診もしくは反副診、運転本数の少ない路線は単診が導入される傾向がある。特に首都圏では基地局に MSK による空線信号が出ているところが多い。この方式をメーカー名から NEC 式私鉄列車無線と呼ぶこともある。また、無線導入後の国鉄や JR から分離した第三 セクター鉄道や JR との直通運転を頻繁に行う路線では JR と共通の無線設備を導入しているところもあり地下鉄との直通運転を頻繁に行う路線、地下線の存在する路線では誘導無線を導入しているところもある。このほか、私鉄向け無線のデジタル化は2005年の開業時から首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスで導入された。大手私鉄では 小田急電鉄でも2016年7月からの導入を計画していたが、運用開始は2017年5月14日からとなった。また、京成電鉄では2016から2018年度の3カ年の計画でデジタル列車無線の導入を検討している。地下鉄トンネル内に電波を送るため、超波を使った誘導無線が使われる。2000年代以降は、 超波よりも安定した通話やデータ伝送を行える VHF を使うため、漏洩同ド軸ケーブルをトンネル内に付設して空間ハム線を使用する路線も増えてきている。携帯電話携帯電話の全国普及を前後にして、小規模鉄道事業者や JR 各社などで、携帯電話を乗務員に持たせ、連絡手段としている場合がある。確実性が高いため JR では近年運行上の 円滑化を図るため無線指令と共に使われることが増えている。受信及び聞くだけであれば違法ではないが、傍受により知り得た通信内容を利用したり、第三者及び団体に漏えいしたり、それを無断で書籍やウェブサイト上などの各媒体に掲載することは以下の通り電波法で禁じられている。列車無線は電波法令上の陸上移動業務であり、指令局は 特定無線局ではない基地局であるのでその操作、または監督のため、第3級陸上特殊無線技師以上の無線従事者の配置を要する。車上局は陸上移動局であり司令側の統制下にあるので、無線従事者は不要である。上記の C タイプや一部施鉄で見られる基地局が存在せず陸上移動局のみの場合においてもいずれか一つの無線機に無線従事者が配置されていればよい。 犯罪行為によるものミャンマー国鉄のヤンゴンマンダレー幹線には輸送指令書が4カ所存在するが、OCC と各駅間の無線装置しかなく、線区全体を一元管理された装置もなかったため、各列車の列車乗務員にも適切な指示を行うことができていなかった。旧来の各駅を介した列車運行管理を改善するため、CTC や指令室から各列車の乗務員に直接、 会話できる列車無線が整備されることになった。ありがとうございます。